動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。カブトクワガタやっていきましょう。はい、というわけでですね、ヘルクレスオオカブトを見つけましてね、バトルするかっていうところに来てるんですけども、多分ね、今体験版なんですけどもね、多分これヘルクレスオオカブトをヘルクレスオオカブトを倒したら体験版終了するかと思うんですよね。この動画が上がっているときに俺は製品版を買っているのかどうか、ね、とりあえず今回やっていきましょうかね。カブトムシの餌。カブトムシの餌。カブトムシの餌。1個しかね。カブトムシの餌。カブトムシ。カブトムシ。ノコギリ。どの。ノコギリオス。クワガタムシ。よしよし、元気になれよ。元気10で。虫図鑑。俺終わる。炎上げてるけど。さあ行こう。相手はヘルクレスオオカブト。この虫とバトルしますか？バトルする。ああ、じゃあ行きましょうか。戦う虫を選びます。これでよかったね。さあノコギリクワガタ頑張ってもらいましょうか。オス1号野生体格ノコギリオス。君の虫は左側だよ。でかい。行けノコギリクワガタ。めっちゃでかいやん。性格がち。いやもうここで勝たなきゃいけないね。攻撃力もさ。性格がちで君が先行。え、君の攻撃力は28。相手が攻撃してくる。以上を狙っていきたい。相手の攻撃力は19。やった。君の攻撃だ。 A か B ボタンを押して。君の攻撃力は21。これはもう勝ち確ですわ。相手が攻撃してくるよ。元気アップ。元気嘘でしょ。相手の攻撃力は24。しまった。マジか。君の攻撃だ。 A か B ボタンを押して。君の攻撃力は4。相手が攻撃してくるよ。相手の やられた。これ悔しい。これは悔しいっす。バトル前に餌で虫を強くしたね、あと一発だったのに、これ勝ち、これ勝ちでしょうって余裕ぶっこいてたら元気アップ使ってきて、ね、だから24をあの時24を、取ってれば勝てたんだよ。24を。相手はヘルクレス。この虫バトルする。24を取ってれば勝ってたんだよ。じゃあ改めて言いましょうか。君の虫。さあまず先行。で君が先行。で28で。君の攻撃力は28。相手が攻撃した。28で完全に。相手の攻撃力は15。やりますね。やった。来ました。素早さアップなんだろうね。君の素早さアップ。ルーレットが。ああいいね。君の攻撃力は28。やりました。でかいやつを投げ飛ばす。よし勝った。よっしゃ勝ったぜ。必殺技使ってればよかったのかな。ね。目が黒くなった。目が。いやヘルクレスオオカブトを捕まえた。次のバトルで呼び出せるよ。ヘルクレスオオカブトが餌を持っていた。万能すごい餌を手に入れた。
さあ捕まえました。どうなるかな。体験版は終了するのか。ご神木の主、ヘルクレスオオカブトを捕まえました。やった、ご神木の虫が全部揃ったね。おめでとう、腕試し合格だよ。やったぜ。よろずやのみかんさんから合格のご褒美がもらえるよ。やったぜ、ありがとう。万能、すごい餌を手に入れた。ここまでの内容を保存しますか。お、セーブがある。保存する。ということは、ここまでのゲームの内容を保存しました。みんな、体験版をプレイしてくれてありがとう。カブトクワガタは面白かったかな。カブトクワガタ本編ではもっとすげえかっこいいカブトムシ、クワガタムシが登場。大迫力バトルが体験できるんだぜ。そしてなんと、カブトクワガタ本編ではカブトムシやクワガタムシを卵から育てることができるんだぜ。君も産卵育成にトライして伝説の巨大甲虫を生み出そう。それと俺のことも忘れちゃ困るぜ。ワープで異世界にぶっ飛ばされた俺やライバルの女の子サナギの運命は一体どうなっちゃうんだ。みんな、カブトクワガタ本編で冒険の続きをよろしく頼むぜ。はい、というわけでカブトクワガタ、ね、体験版終了いたしました。次回からは任天堂 e ショップでカブトクワガタ本編を買う。任天堂 e ショップへ体験版を続ける。はい、というわけでですね、あのカブトクワガタね、体験版終了いたしましたが、次回からはですね、あの本編買って本編やりますので、はい、とりあえずは、ここまでですね。で、まあ、やった感想としてはですね、まあ、ツイッターでね、カブトクワガタ、こいつ、これやべえぞ、みたいな感じでね、この、なんかこの棒読みの、この自動音声のやつ、が、ちょっと話題に挙げられてたんですけども、あと、まあ、いろいろとね、内容とかね、挙げられてたんですけども、まあ、自動音声に関してはね、1回目で言ったように、これは、もしかしたら、その、ゲームのね、ゲームのボイスが変わって、ゲームのボイスのあり方が変わってくるかもしれない、ね、感じが、そういうのを感じさせるっていうね。ひょっとしたらもう、そういうのが、もうできてるのかもしれないけど、ですけど、そういうゲームが あるのかもしれないですけど、ね。例えばね、声優さんに、もう、あから、まあ、あいうえおとか、そのやつを、順にもう入れてもらって、まあ、それをデータベース化して、で、そのゲームで使っていくっていう、その方式ももしかしたら出るんじゃないのかな、できるんじゃないのかなって、もしかしたら、AI、ね、今AI が発達してますけども、まあ、それを使ってボイスの方をね、より人に近い喋り方にしたりとかね、今はね、同じような音声ボイスが流れてますけど、ボイスが使われてますけど、違ったボイスとかね、まあいろいろとその声が違う声の自動音声とか、出てますけどもね、はい。それが個人レベルでできるかもしれない、ね、できるかもしれないと思うと、これは、このゲームはそれはそれですごい、すごいのが出てきたのかな、出てきたなとは思っておりますね。で、また虫のね、造形とかね、やっぱり3D とかでリアルなんですけども、最後にね、ちょっと幼虫のやつをリアルにしたのは、ちょっとあれは厳しいかなっていう話ですね。まあ本編いろいろとまた話題になってるところもありますけども、どういったものが見れるのかね、やっていきたいと思います。ただね、一つ欠点があるとしたらね、完全フルボイスでもう名前とかもね、ちゃんとフルボイスで名乗ってくれるのは、自分で付けた名前を名乗ってくれるのはいいんですけど、ゲームの進行にね、関して、ちょっと、そのボイスが邪魔になってきたなって思った時に、オフにできないっていうのが、ちょっとそこら辺が残念かなっ
とは思いますね。このオンオフができれば、このカブトクワガタもっとね、すごい、もっと評価できるんじゃなか、できると思うんですけどもね。はい。というわけでですね、まあ、体験版やった評価は、まあ、こんな感じですかね。で、次回から、製品版を進めていきたいと思います。今回はこの辺で終了したいと思います。それではまた次回、バイバイ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。